お店は住宅街にポツンとある感じで、お車でお越しのお客様が多いご様子。駐車場は完備されていました。なかなかのローカル感、はい、こちらの牛舎さん、牛を一頭買いするとのことで、希少部位なども食べれるということでございます。わかめ、スープなどは一人前を分けてくださいと言えば、十分な量が2つ出していただけるようでございます。まずは牛タンからレモンでいただくことにいたしました。お皿に乗っているのは2人前の牛タンでございます。ジューシーで柔らかく、私の場合牛タンは厚切りが好みで、薄切りはあまり好みではないのですが、このお店の牛タンは薄切りでも十分に満足感が得られる、そんな味わい深い牛タンでございました。またも運転手さんからお許しが出ましたので、ここもやはり生ビールでと相まります。こちらの牛舎さんの名物の一つがチレ刺しとのことで、何の刺身かググってみたところ、秘蔵の刺身のようでございます。残念ながら今回はすでに売り切れということで、違う部位のお刺身を生姜醤油でいただきました。おい、どこの部位だというお声があるのかないのか分かりませんが、すっかり忘れてしまいましたので、ご勘弁のほど。やはりチレ刺し食べてみたかったなと思う私でございます。先ほどご説明いたしましたスープ、1人前を2つに取り分けてこの量でございます。ロースが2とミックスハラミ、両身のアゴ、カルビが入ってます。真ん中にこれハラミ、ハラミはうちも1人前限定でありますので、はい、1人前してます。ハラミも人気の部位のようで、1人前のみの割り当てでございました。柔らかく新鮮なのでしょう。大変美味しくいただきました。そしてユッケ、やはり大変おいしい。味付けもちょうどいい甘さに仕上がっている、そんな感じでございます。身もちょうどいい歯ごたえに調理されていました。肝は何やら今までに食べたことがない牛肉の味と食感が合わさった感じがいたしました。部位違いの勘違いでしたらご勘弁。そしてやはり人気店の何の偽りなしのおすすめの焼肉店と相なります。今回のお会計お一人6000円ちょいというお値段も大満足のお店、牛舎さん、一度機会があればご来店をと撮影 OK の義理を果たした。セールストークもぶっこんだところで、大変美味しくいただきました。ごちそうさまでしたということで、ホテルの方にご帰還と相なります。